初心者がね、結果を出すために自己啓発本にも載ってないような思考を教えます。なので、なんか変にね、こう本読んで、マインド学ばなきゃとか、なんか、そういうことを考える以前にですね、やりたいと思ったらやるとか、自分でできるのかと思う。そういうことを考えること自体が無駄です。あなたに自由な時間の作り方を教える収益自動化くん、たつみんです。今日はですね、絶対に自己啓発本では載ってないお話をしますね。自動化しなきゃとか、まあ、ノウハウとか、質より量とか、まあ、メンタル作れとか、まあ、そんなことはどうでもよくて、初心者がね、結果を出すために 100% 必要なことを教えます。ではですね、本題に入る前になんですけども、若干背景が違うと思うんですけど、今回ですね、出張中です。普段は大阪のね、家に住んでるんですけど、東京にいて、神奈川にいて、福岡にね、来ておりますと。今ね、グランドハイアット福岡というところにね、泊まっておりまして、その部屋で撮っております。今日はですね、僕が自動化で稼いでるわけなんですけども、まあ、そこに行き着く前にですね、まず一つ目の結果を出さないといけないわけなんですけど、初心者がね、結果を出すために 100% 絶対に必要な思考です。自己啓発本にも載ってないような思考を教えます。これがないと絶対に結果を出すことはできませんので、この動画ね、最後まで見ないとマジで損します。はい、ではね、本題に入ります。では、初心者がね、自動化して自由な時間を作るために絶対に変えたいといけない思考なんですけども、それは、まあ、問いたいところなんですけども、しっかり理解してもらうために動画の最後にね、結論を伝えます。はい、まずですね、もうね、こんなことはもう正直最初どうでもええのと。まあよくね、自己啓発本とか読んだらね、ノウハウとか質より量とかメンタルとかね、そういうことが書いてあるわけなんですけども、ノウハウ例えばね、手にしたところで実践しなければ意味はないですし、質より量って言ってることもですね、量をこなす前に行動にね、出ることができない初心者が多くてですね、本読んで終わるっていうね、パターンが非常に多いわけですね。本読んでるだけで、行動につながらない、もうこれがね、メンタルを学ぶっていうことなんですね。メンタルの本読んだところで行動にはつながりませんっていうことなんですね。そのね、挙句の果てにはですね、変なスピリチュアルにハマって一生ね、逃げ続けて結果を出すんじゃなくて、僕はもう成功者の思考になってるから、もうなんとかなるんだみたいな感じで神様を信じるような形で、結局行動何もせずにね、終わってしまうっていうね、まあ、末路をたどる人は、多いわけなんですけど、まあそういう末路は見えなんで、こういうね、メンタルとか質より量とかね、そういったね、お話はもう後にしてくださいと。この動画を最後まで見て、初心者に必要な、考え方がですね、まあ、出来上がってないと、このね、ノウハウとかがあっても、まあ、無駄です。メンタルとかを、作る前に今日のね、話をしっかりと、まあ、頭に叩き込むようにしてほしいんですね。ちなみにですね、そのノウハウを得たりとか、質より量っていうね、考え方を作ったりとか、まあ、メンタル、ね、強靭なメンタルとかを作るよりも、めちゃくちゃ結果につながる最強の方法があるんで、この後ね、最後にお伝えしたいと思うんですけど、その前にですね、初心者がなんで結果を出せないかっていうところなんですけど、その一番の理由がですね、つべっこべ、考えた結果悩んでしまって結局行動に出ないからということなんですね。ではどうすればいいのかというところで、今日の結論に至るわけなんですけれども、結論ですね、これ初心者に必要なのは行動の速さなんですね。これがないと結果を出す以前の問題で終わってしまうということなんですね。行動の速さって、まあ当たり前でしょって言うかもしれないんですけど、マジで行動に出る人でいないんですね。初心者がなぜ行動に出れないかなんですけども、悩んでしまうからなんですね。例えば自分にできるのかと、家族にバレたらと、会社にバレたらと、もし結果が出なかったらそれまでにかけた時間はどうなるのと、お金がなくなったらどうしようと、そんなことでね、悩んでしまうわけなんですね。もう仕方がないわけなんですよ。 もちろんね、やったことがないわけですから。まあなんですけど、これに対してですね、僕はちょっときつく反論をね、述べたいと思うんですけど、まず自分にできるのかと、まあ、まずね、やってみないとわからんでしょと。で、みんなゼロからスタートでしょと。有名な、まあ、成功者のね、孫正義さんとか、まあ、そういう方々だって、まあ、全部ね、ゼロからスタートしてるわけなんですよ。まあ、社長の息子であろうと、まあ、最初は知識ゼロの状態から、まあ、親父とかのね、まあ、仕事を学んだりとかして成長していって、ようやく結果を出せるようになったりとかね、それでもまあ、苦労したりとかしてね、やってるわけなんで、自分にできるのかと思う。そもそもそういうことを考えること自体が無駄です。そんなこと考える暇があったら動いた方がマシです、マジで。はい。で、家族にバレたらというね、言い訳をよくする人がいるんですけども、まあその程度の、まあ、理由で自分の人生諦めんのかと。あなたは親族のね、ラジコンなのかと。
奥さんの言うことだけ聞いて、それがね世界の全てだと信じ込んでるのかとか、そういうことなんですよね。それダサいね思考は本当に今すぐね捨てるようにしてください。と他にも会社にバレたらとか思う人もいると思うんですけど、まあ、お前は会社の奴隷でええのかという話なんですね。僕もサラリーマンしてましたけど、やっぱりですねこう雇われる側っていうのは、時給で働くわけなんで、まあ、好き放題ですねその時給の、もらってる範囲内で常にねむちゃくちゃ仕事を押し付けられたりとかして、それをしないといけないわけなんですけど、その中から抜け出したいって言ってるくせに何もしずに、まあ、文句だけ垂れてるっていうのは本当にそのままでいいのかっていうのを、ちゃんとですね考えた方がいいですね。で他にもですねその会社でしか働けないのっていうこととか、まあ、そのね言い訳してるから一生そのまま終わるっていうねことなんですよ。まあ、会社にバレたらとかね本当に無駄です。考えるだけ無駄。で他にもですね、もし結果が出なかったらそれまでかけた時間はどうなるのということなんですけど、じゃあやらなかったらそこまで悩んだ時間はどうなるの、はい、いうことなんですよ。やるかやらないかで、迷ったらもう絶対やる方がいいですね。やらなかったら絶対に後悔しますからね。そもそも努力しないでお金が降ってくるんかと言いたいですね。こういうねもう本当にもう何度も言いますけど言い訳で全部無駄なんですね。はい、なので絶対にしないようにしてほしいんですけど、これはね正直わかります。あのお金なくなったらどうしようと、僕もねコンサルでね100万騙されたりとか、まあそういうことをしたんですけども、まあそういう時はね本当に人生終わったと思いました。まあ、なんですけど、まあ結局ですねこれなんですね。目先のお金に囚われた結果、毎月20万の固定給で貯金もできず老後に困るのか、最初にねリスクを取って死に物狂いで頑張ってさっさと年金分をね稼いでしまうかというね、これだけの違いなんですね。ぶっちゃけお金持ちとお金持ちじゃない人の違いってね。で先に年金分稼いでしまって、あとをお金を作ってくれる状態をね、作り上げるっていうので人生上がることができるんですけど、ここでねこう毎月20万円の固定給をもらってそれを貯金に回してってやってても、ぶっちゃけですね何千万とかしか貯金がないわけなんで老後生活できないんですよ。ぶっちゃけ一人当たりですね、まあ、最低でも5000万から1億必要と言われてる中で5000万貯金できる人なんてほとんどいないわけなんですね。それよりも最初にね、まあ学ぶねお金を払ったりとかしてリスク取って死に物ぐらいで頑張ってさっさとね年金分稼いでしまった方がいいわけなんですよ。なのでもうこれらのね自分にできるのかとか家族にバレたらとか会社にバレたらとか、もし結果が出なかったらそれまでにかけた時間はとか、まあ、お金なくなったらどうしようとか、そういうので悩むのって本当に無駄です。ここに書いてますね、こんなもん考えるだけ無駄と。はい、無駄です。そもそもですね行動したら忙しすぎて悩む暇なんてないわけですよ。ぶっちゃけ行動してたらですね、必死で努力するのがどんどん楽しくなってくるんですね。で、まあ、その結果ですね成長意欲がさらに湧いたりとか、メンタルが強くなったりとか、マインドも出来上がるし、結果も出るわけですよね。これ聞いたらね最初の方に書いてあったことを思い出すと思うんですけど、こうノウハウとか質より量とかメンタルとかね、そういう話をしたと思うんですけど、そういうものっていうのはもう行動してたら勝手に出来上がるわけなんですよ。なのでなんか変にねこう本読んでマインド学ばなきゃとか、なんかどうやったらメンタル強くなるんだろうとか、そういうことを考える以前にですね、もうやりたいと思ったらやるとか、やらないといけないのかなと思ったらもうやるとかね、本当にやるっていうのも本当にいつ早くやらないと絶対に結果出ないです。だからみんな本読んで終わってるんですよ。なので、まあ、行動するっていうのが非常に大事でですね、本当に実践すると、さっき言った3つのね成長意欲湧くとか、メンタル強くなるとか、マインドが出来上がるとか、それ以前にですね結果が出るんですね。そしたら小さい成功体験っていうのがあなたをねさらなる結果へと導いてくれるわけですね。例えば、まあ、今月は自分の力で10万円稼ぐことができましたと。でその10万円を、まあ、拡大させていく、スケールさせていくにはどうしたらいいのかということを考えるわけですね。ただ自分で10万円稼ぐ能力は手に入れたわけですから、次30万稼げた時に、まあ、自分の力で30万稼ぐことができるんだと、雇われじゃなくても30万稼ぐことができるんだっていう思考になっていてですね、まあ、それがね、大きい自信となってですね、営業とかねライティングとかそういう部分にも、まあ、やっぱ自信として現れてくるわけなんです。なのでさらなるね結果が出やすくなるわけなんですね。やっぱり自信がない人っていうのは結果が出ないわけなんで、自信をね早くつけるためにもあのパッパと動いた方がいいんですね。なのでもう今日ね言いたいことは本当に行動を早くしろと、それを言いたいわけなんですよ。行動できない人って本当に損しますから。自動化とか、まあ、それ以前の話ですよ。もうノウハウとか質より量とか、なんかメンタル作らなきゃとか、そんな考える前に、絶対にね、行動に出るように、してください、ということでですね、しつこいようですけど行動の速さを意識してねやってほしいなということを伝えたくてこの動画を撮りました。今日はね以上になります、この動画がね良かった場合はグッドボタンと、質問がある場合はコメント欄にお寄せください。ということで以上になります。ありがとうございます。